一気にお金がパーンって入ってくると、うん、一気に流れちゃうっていうタイプの人もいるし、はいはいはい、あんまりたくさんのお金を一気に儲かるよりも少しずつ、うん、少しずつお金が貯まった方が金持ちになりやすいんですよね。うん、Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はなんとですね、僕の親友の本田健さんに来ていただきました。はい、Thank you so much. ごめんなさい、今一瞬ね、あのね、健本田って呼ぶの、そんなっちゃって、やべえ、これ、そう、でね、健さんが本をアメリカで出版したんですよ。This is so exciting. And the book is called Happy Money.Happy Money っていう本で、はい、で、今度ですね、なんと日本でも出版、もう通訳されて一瞬で人生を変えるお金の秘密ハッピーマニーっていう本が出ました。イエーイ、おめでとうございます。そして初クリスの部屋嬉しいです。 Hey, thank you. ずっと見てたけどここかっていうのでね。あ、そう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 ですよね。そうそうそう、読んでもらえなかったんですけど今回初めて、ごめんなさい、招待されました、ね、ありがとうございます、はい、来ていただいてすごい嬉しいです、はい、こちらこそ。で、まあ、そう、まあ、for a lot of people know about Ken、ね、Ken さんが、まあ、今まあ、日本で本をいっぱい書いていて、で特にテーマがその好きなことをして生きていて大丈夫なんだよって、ね、幸せな考え方を持ってて幸せに生きていいんだよっていうテーマの本で、まあ、50冊以上出版されてまして、うん、そうですね、はい、で800万もうそろそろ800万部ということなので、はいはい、まあ、本当にね、あのケンさんの本はどの本読んでもそのハートのなんかブレないメッセージがあるんですよ、ね、で今回はちょっとお金について本が書いていただいたので、はい、ちょっとぜひですねこの機会をとして、まあ、お金についていろいろ僕も、はい、心配していることとかで多分見てる人たちも心配していることがあるんでいろいろ相談できればと思うんですけど、はい、よろしいでしょうか。はい、もちろん。はい、でね、実はねここちょっと恥ずかしいんだけど2ヶ月前ぐらいにケンさんのお家 の, あの、ね、事務所のところに行かせてもらえて、はいはい、でちょっと試しに、あ、楽しいからミーティングしてて楽しいからハッピーマニーについての本を紹介するビデオを撮ろうかみたいな話があったんですよ、はいはいはい、覚えてます。でその撮影すっごいなんか失敗したっていうか途中で終わっちゃったの、えみたいな感じで。なぜかというと僕がケンさんに聞いたんですよ。ケンさん、ね、お金について、ね、この本の中で一番大切なメッセージは何ですかって言ったら、ね、ケンさん言ったの覚えてるかな。覚えてないでお金を払うとき、お金を流すときは幸せでいてって、でお金が流れが入ってくるときは幸せでいて、それだけでいいんだよみたいな感じで終わっちゃって、はい、なんか突っ込めないような感じだったまあ簡単に言うとお金と楽しく付き合いましょうって、それだけなんですよね。へえ、和平さんがね、うんうん、お金が入ってきたときにありがとう、うん、お金が出ていくとき払うときもありがとうって、それだけなんだよって、うん、いうことを言ってたんですよね、うんうんうん、もちろんそれだけじゃないんだけどそれがスタートで、うん、でお金が入ってきてありがとう、出ていく時もありがとうって言ってるうちに、うん、気持ちが感謝の方に切り替わるんですよ。はいはいはい、はい、そうするとお金に対して心配することと感謝することって同時にできないから、はい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 、いつの間にかお金のことが好きになる、お金が楽しくなる、うん、お金を持ってても嬉しくなる、はいはいはい、そしてお金を誰かにあげると楽しくなる、はいはいはい、そうするとお金のことが好きになるんですよね。で最終的にもっとお金が回ってくるっていう考え方なんです。OK、 今のすごい深かったんで、うんうんうん、ちょっともう本当にそれだけでねこのビデオをお話しできるような内容だったんですけれども、まずお金がなくなるっていう不安があるんですよ、うん、で今おっしゃっていたお金を好きになるって言われてると僕正直言ってちょっと違和感感じるんですよね、うんうん、そのお金を持ってる人は悪いっていうちょっと僕、うん、あるんですよね、うんうん、お金を持っている人は嫌われるからとか、うんうん、ね、お金持ってる人は、ね、欲しい欲しいと思うけどお金持ってる人はちょっとなんか人から嫌われるんだよみたいなのがあって、うん、どうまず そこがなんか世の中にあるなって感じるんだけど、うん、ケイさんどうですかね。いや、お金持ちでも2種類いて、うん、幸せですごくいいお金持ちの人と、うん、性格悪くてずるくて、うん、すごく不幸なお金持ちといるんですよ。はいはいはい、はい、で多くの場合幸せなお金持ちっていうのはそんなに自分のことを宣伝しないから、うん、ただの幸せなおじさんに見えるんですよね。はいはいはい、はい、でも不幸なお金持ちっていうのは
すごい高い車に買ったり、買ってたり、見せびらかしたりだとか失礼なこと言ったりとかするから目立つんですよ。なので幸せで楽しくて素晴らしいお金持ちの人っていうのは目立たないから、へテレビにもその出るわけじゃないし、だからあんまり知られてませんけど、実際にたくさんいるんですよね。いやでもなんかさ、みんなもなんかお金持ってたらお金がない人から嫌われるぞみたいな恐怖ない、ない、あるよね。それはね、やっぱお金持ちの人は悪いやつだと思ってるから。実際お金持ちで例えば武田和平さんみたいに素晴らしくて、こんな人みたいになりたいなって、だって何億も持ってたらいろいろあげることもできるし、世界一周することもできるし、いろんな人に申請することもできるわけですよね。でそういうふうに思ってたらお金が怖くなくなるし、お金を持ってるってことに対して感謝はできるけど、別にそれは怖いとか、誰かにいじめられるとかね、批判されるとかっていうのもなくなるんですよ。だから誰かに対してお金持ちに対して嫉妬してたりすると自分も嫉妬されるんじゃないかと思うんですよね。でも豊かで幸せな人は素晴らしいと思ったら周りの人たちは幸せだって生まれると感じるんですよ。これが面白い心の法則で、すごいですね。だから僕もその、メンタルを強くするとか、恐怖についてね、すごい僕は恐怖が本当に勉強する中ですごい大好きなんですよね、恐怖が。だからいろいろその恐怖と立ち向かうときにどういうふうに考えればいいのかっていう形でお金とも向き合っていくと、まず僕の中にはそのお金をもらったら悪い人になるっていうことが俺は本当だって思ってるっていう信念があるっていうことがまず一つだから、それを認めてあげて、でそれはそれでいいけど、それを選ばなくていいっていう感じで自分を少しずつ変えていくっていうのが分かったんですよ。でさっきケンさんがすごい言ってたビッグキーワードが、これ僕も本読んでてやべえって思ったの、すげえなって思ったのが、お金について恐怖を感じてる時があるでしょう。でお金を好きになって心配していない時ってあるでしょう。これ一緒にできないんだよね。It's one or the other, right? So, お金について心配していないときにお金に心配することはできない。お金心配しているときにはなくなっちゃうっていうときに、そのお金について心配しないっていうことができないっていうことなので、これについてお話ししていきたいと思います。はい、これがやっぱりこうなると2つの間違いなく選択できるところあると思うんですよね。一つはお金について心配しないっていう生き方、もう一つはお金について心配するっていう生き方を僕は選べるんだって気づいたんですよね最近。でこの選ぶ時のコツを教えていただけないですか。はい、考えると選べないんですよ。だから武田和平さんが、ありがとう、入ってきたらありがとう、出ていく時にもありがとう、英語ではありがとうイン、ありがとうアウトって言ってるんですけど、お金が入ってきたらただただも喜ぶ、嬉しいなって、楽しいなっていうふうに思うと心配できないんです、でお金を使う時はお金が減ると思うと心配しますよね、でもこのお金が誰かを幸せにしたり楽しくしたり、誰かを喜ばせること、あるいはそのお金を使ったら何か自分にも手に入るわけですよね。そうですよね、だからそれを楽しむ、いずれにしてもこのお金って楽しいなっていうふうに思うと心配はできないんですよ。なので毎春毎春ありがとうを選択できるかどうかっていうことだけで、あんまり考えちゃダメなんです。あんまり考えない、そう、もうお金見たらありがとう、お金が離れる時もありがとう、それだけなんですよね。いやでもこのやっぱり本を読んでいると、そのやっぱりでっかいテーマがこのチャプターの最後の方に入ってくるんですけれども、この4かな、チャプター4かな、この Flow vs. Stock っていうところがあって、これチャプター4の、The Flow of Money っていうところが結構僕のところに心の中に響いたんですよね。でどういうことかっていうと、お金は Flow、流れているっていうことで、例えば宝くじ当たってお金がいっぱい入ってきて終わるじゃないですか。で貯まると、お金が、ね、でお金がなくなっちゃうかもしれないって。でもリアルに一つの視点で見るとのは、お金は流れ続けているっていう考えなんですよね。
これはサラリーマンとかサラリーウーマンをやっている方は固定給でお金が流れているっていう感じで、フリーランスでやっている方はちょっと一回入ってきてちょっと溜まるかもしれない、ちょっと流れは遅くなるかもしれないけどまた流れてくるっていう、この流れ続けているっていうコンセプトが結構キーだなって感じたんですよね、うんうん、はい。それについてでちょっともしできればそれとあとストック、うん、ストックもそのずっと流れるっていうのもちょっと貯めるっていうのも、ね、うん、大切だって、これはね、あの松下幸之助さん、あのパナソニックを創業したね、松下さんが言ってたんですけど、ダム式経営っていう考え方あるんですよ、はいはいはい、ダムっていうのは水が流れてきて貯めとく、うん、はい、そして流れるってことですよね、ほとんどの人は流れが少なくて、うん、でそして出ていっちゃうから、うん、ダムがない状態なんですよ、はいはい、でも一定のお金がある、まあ、貯金ってことだと、うん、資産ってことだと思いますけど、流れてきて一定のお金があってそしてまた流れがあったら、うん、心配する必要がないんですよ、はいはいはい、これがストックなんですよね、はい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 、そうですよね、はい、ただ、うん、非常に面白いのは、うん、じゃあお金持ちになったら幸せになれるかというとそういう問題でもなくて、そうなぜかというと例えば僕の友達もたくさんいるんですけど、うん、親から資産を受け継いで、うん、マンションとか駐車場とかっていうのを経営して、うん、お金がもう月に何百万が入ってくるわけです、はいはいはい、そうするとねそこで安心しちゃって、うん、何かをやるってことを忘れちゃうんですよ、はい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 、そうすると人間的にはすごい つまんない生き方になっちゃうんですよね、うんうんうん、多くの人はその病気になってしまうんですよ、なぜかというと、うん、そのリズムがないから、はいはいはい、楽しいことがないからついつい酒飲みすぎちゃって、うん、結構早く死んじゃうんですよ、そうですね、言われてますよね、あの本にも書かれてたんですけど、うん、やっぱりそうやって いっぱいのお金をもらっちゃう人の中の方が、まあ海外だったらその薬とか麻薬とかっていう可能性も上がるし、うんうんうん、でやっぱ全体的に世界で見るとそのアルコホールを飲む確率、そう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 でアルコールでちょっとねあのアルコールアルコールね、いや、はいはい、アルコール中毒っていうのかな、うん、そう依存症になるんです、依存症になったりする確率がデータがあるっていう見てて、うん、そうなんです、だからお金がなかったら、うん、やっぱある程度仕事しなくちゃダメじゃないですか、うん、そうすると人はクリエイティブになるしシャキッとするんですよ、はい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 、なので幸せにストックを作らないと、うん、そのまま子供に資産を与えてしまうと大抵子供をダメにするんですよ、うん、なのでストックっていうのは人生を退屈にする可能性もあるんですよね、はい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 、なのでその辺あたりはすごく気をつけとかないと、うん、幸せに資産を築かないと、うん、そのこのストックの流れがあまりにもそのストックとお金の流れのバランスを崩すと人は不幸になるんです、そうか、うん、今この話を聞いてて自分の人生にもうちょっとお金のストックが欲しいな足りないなと思った人手を挙げて、はい、じゃあここでボタンを押して何かブライアン以外はみたいな、ブライアンカメラやってるもんな、僕も聞いてもうちょっとストック欲しいなって思ったんですけど、はいはい、いやまさにその話を聞いててこの幸せのストックが欲しいなって思ったんですよね、うん、そのお金やっぱそのストックの僕の幸せのダムの中にお金っていうのは一部あるし、なんか体の健康っていうストックも欲しいしワクワクも欲しいし幸せも、はい、なんかいろんなお金だけじゃなくていろんなもののストック欲しいですよね、うん、でそれっていうのはね、うん、やっぱり意識して作らないとダメなんですよ、うん、例えばお金のストックは作らなくてもいいけど、うん、友達のストックは作っとかなくちゃいけない、ね、そう友達のストックは作っとかなくちゃいけなくて、うん、1週間以上止めてくれる友達が50人いたら、ね、1年間やりくりできるわけでしょ、ね、で1年間ずっとただで止まって1年経ったら友達1人目に帰ってきてお久しぶりってそうこれ本にも書いてあって僕が、はい、本当にこのあのケンさんが言っててねクリス僕すごいラッキーなんだよって言ってで僕は、友達ね本当にいい友達が100人いるのだからもし万が一何かあったら絶対止めてくれるの止めてもらうことができるんだよ1週間ね、で50人で僕トイレ、ね、掃除するの得意だしなんかそういういいゲストだから悩みとか聞けるから、ね、で1週間ステイしたら次のところに行ってそうやったら1年間は絶対生きれるんだってで1年経ったらまた行けば、ね、会うっていう感じが、はい、本当に最初会った時からそういう話しててそうするとね、お金がなくても、うん、友達がいるから大丈夫だと思うんですよね、うんうん、ひょっとしたら友達は2週間とか1月止めてくれるかもしれないし、うんうんうん、そう考えたらねお金を心配して嫌いなことやってたらすごいつまらないですよ、うんうんうん、もしお金がなくなったら失敗したとしてはもう誰か助けてくれると思ったらリスク取れるでしょ、うん、そうですよねなのでできるだけ早いうちからそれを僕はやった方がいいと思うんですよ、うんうんうん、でこのハッピーマネーは何で書いたかというと、うん、最終的にお金のことを忘れてもらうためなんですよはそうお金って面白くてね、うんそのこう水と似てるんですよ、はいはいはい、冷たい時には
氷なんですよ、うん、氷だったら怪我もするしずっと持ってたら冷たいでしょ、はいはいはい、うん、でもう少しになってくると流れになるんですよ、川みたいになるんですよ、だから川は気持ちいいし楽しいし、うん、でも川の流れが一気だと氾濫みたいになっちゃって、うん、それは洪水流されちゃうんですよ、うん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 、でそれがもう少し熱せられてくると、うん、気体になっちゃうんですよ、うん、だからそうなるとほとんどのお金持ちの人たちにとっては、うん、お金は空気みたいな存在になっちゃうんです、うーん、だから毎月毎月支払いも自動的にも引き落とされてるし、うん、お金もいっぱい入ってくるし普段ほとんど考えなくていいっていうのがお金になるんですよね、でお金がなかったら借金してる人は冷たい氷を持ちながらずっとお金のことを考えてるんです、うん、である程度裕福な人は、まあ、流れを見て、うん、まあ、その流れがねちゃんと月末払えるかどうかっていうのを見て時々ヒヤッとしたり、うん、流れが急に悪くなったりとかしてドキドキしたりっていうのをするんですよ、うん、でも一定以上のお金持ちになると、うん、もうお金のことは考えなくて済むんです、で僕の一つの目的はお金から自由になる、いろんな意味で、うん、そういった人たちを増やしたいと思ったんですよね、はい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 、でなぜかというとお金から全く自由になると、うん、もう本当に自分のやりたいこと、うん、楽しいこと、うん、自分が今回の人生でするべきことにフォーカスできるようになるんですよ、うん、でそしてねやらせっこいこと言わなくて済むんです、うん、例えばクリスの僕の空気を吸ってたらクリス僕の空気だよそれとかって言わないで、そうそうですよね、なくなっちゃうよっていう、そうもういっぱいあるから足りないっていう、うん、いっぱいあるっていう感覚が豊かさの意識なんですよね、うん、なんか本の最後のところにブータン、うん、ブータンね、ブータンに、はい、で、あのそのブータンの人たちと実際にお話して、はい、でなんかブータンの人ってシャイらしいんですね、なんか外国人がいると、あの目をね 見たりしないの、へえ、でもなんかいろいろブータンの人たち、ブータンってなんか世界で最も幸せな国みたいな感じなんですよね、うん、でそのブータンに行ってブータンの人たちと話したと、で実際にその幸せですかって聞いたんですよね、うん、そしたら 誰か一人が幸せだよって、だって僕仕事もあってお家もあるんだよ、これ以上欲しいものあるかいって言われたらしいんですよね、うん、で僕その話聞いてて確かにねって思ったんですよ、仕事があって住める場所があったらこれ結構ニーズいってるなって感じたんですよね、うん、心、そうそうそう、でそれで友達がいて病気になったら医療はタダだし、うんうんうん、家族か政府が何とかしてくれるって、ねね、あと王様がなんかね手伝ってくれるって言ってて、うんうん、だから安心したいんですよ、安心してますよね、うん、でもこのウエストに行くと、まあ、日本もウエストの中に入ると思うんだけど最初ね、なんかテレビ見ると新しい iPhone が出て今 6S か, なんか 10S かなんか買ってんだけど 11S が欲しくなったりとか、ね、なんか新しいカメラが出たらあもう一つアップグレードしようとかなって、自ら自分を不幸にしてるような思考がめっちゃ流れてるじゃんみたいな感じに気づいてきたんですよね、うん、でここからそのもらうお金もらうじゃないですか、うん、例えば両親からいっぱいお金をもらうとかアパートとかビルともらうとか、ね、宝くじでいっぱいお金をもらうと、でそうすると自分が英語で言うと I feel undeserving of this money、うん、自分にふたしくない、そんなにふさわしくない、ふさわしくないって、うんうん、ね、I didn't earn it、 自分でこれやったわけじゃないから、ちょっとなんか自分のえっていう違和感があって、そうするとお金が流れていっちゃうっていう話なんですけど、うんうん、それについてちょっと説明なんか教えていただけないですか。例えばね、うん、家族からもらうお金とか遺産ってすごく気をつけとかないと、うん、そのお金がおかしくさせることがあるんですよね、うんうん、でも考えてみたら今実業家の人っていうのは、うん、不特定多数の人たちからお金をもらって、うん、それでうまくいってるわけですよね、はいはい、で同じように、うん、こうもしその先祖っていう形で 人の人数を探っていけば、うん、お父さんお母さんそのお父さんお母さんお父さんお母さんって何万人の人たちの愛の結晶としてそのお金がやってきてるわけですよ、はい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 、でそう考えたら今の現代の生きてる人たちの何万人からお金をもらうっていうのが今のビジネスだったとしたら、うん、遺産とか家族代々のお金っていうのは皆さんが会ったこともない先祖からのお金なんですよ、うん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 、なので種類が違うだけで、はいはい、あなたと周りの人たちの幸せのために使ってくださいねっていうふうに預かってるお金なんです、うん、だからそう思えば自分のお金っていうわけでもないでしょ、うん、そうですよね、そうか、うん、このお金っていうのは自分と周りの人たちを幸せにするためのお金なんだって、はいはいはい、いうふうにやるとそのお金で変な目に遭わなくて、そっか、じゃあお金に種類があるんですね、そうなんですよ、それが
マニーズエネルギー、お金と、Money is energy. お金はエネルギーだっていう考え方なんです、はい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 、そのお金がやってくるときにね、うん、すごく幸せな気持ちになるお金があるんですよ、うん、友達がなんか旅行するって言ったら1万円選別くれたりね、うんうん、おじいちゃんがお金くれたりお母さんがお金くれたりとか、うん、そういうのは愛のお金なんですよ。そうですよね、うん、なんか誰かになんかこう無理やりなんかさせられていやいや仕事やった残業代とか、うん、そういうお金はね嫌なお金なんです。確かにもらった気持ちがあるよ、うんうん、それありますよね。 その気持ちのあるお金をもらうとなんかもうパッと使えちゃうなるんですよね。そうなんかちょっと詐欺をやってお金を稼いだ人からその人からお金もらうっていうのもちょっとなんかちょっとあの悪い感じしますよね。無理やりなんか商品を売ってお金を稼いでそのお金をああ手伝ってくれてありがとうみたいにもらうと僕もなんかいやちょっとこれ違うよなって。そうそう、だからそのなんか悪いエネルギーのお金をもらったら、うん、その悪い感じが嫌な感じが伝わるんですね、うん、伝わるよね。これ別にその超能力者じゃなくても、うん、なんとなく嫌な気持ちが悪いっていうのは、うん、そういうことなんですよ。そうですよね、うんうん、でケンさんね、そのお金の話でそのお金のエネルギーがあるっていうこと でこれすごい僕この本の中で響いたのがその一気にお金がパーンって入ってくると、うん、一気に流れちゃうっていうタイプの人もいるし、はいはいはい、なんか、まあ、この本の中で書いてあったのは、クリーニング屋さんみたいなのをちょこ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 やってすっごいお金持ちになる人もいる、うんっていうことなんですけど、うん、その2種類のタイプのなんか人についてであとその人の思っていることとかについてなんかお伺いできないですかね、はい、あの僕は会計をやってた時にね、うん、いろんな人たちの帳簿を見てたわけですよ、そうすると僕は言うところのクイックマニーっていうのは、うん、不動産を、ね、そうクイックマニー、クイックマニー、うん、ドーンとお金が入ってくる、なんか契約を決まるとドーンと入ってくる、うんはいはいはい、そうするとやっぱり大きな気持ちになるんですよ、はい、でそうしてなんかいっぱい使っちゃう、うん、でも例えばクリーニング屋さんみたいに毎日1枚シャツ洗うだけで、10円とか20円を何千万円もやるわけでしょ、はい、そうするとねなんかこうスローマネーなんですよ、うんうんうん、たくさん入らないけどもちょっとずつちょっとずつちょっとずつ利幅が乗ってる、はい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 、武田和平さんの卵ボーロなんか1個1円ですよ。そうですよね、1個1円もしないのかな、うんうんうん、1粒ね、うんうんはい、でもそれをめちゃくちゃたくさん作ってる、うん、それがすごく最終的には富につながっていくってことなんです、うんうんうん、だからあんまりたくさんのお金を一気に儲かるよりも少しずつ少しずつお金が貯まった方が金持ちになりやすいんですよね、うん、そこをすごい僕いいなと思ったのはあなたのままでいなさいって本に書いてあるんですよね、うん、あなたが欲しいものを買いなさい、あなたがみんなが買ってるけど、ね、あなたが欲しくなかったらそれ買わなくていいんだよってあなたらしく生きなさいっていう本音で生きなさいっていうのが入ってあって、うんうんでそのじゃあ本音は何なのかっていうところでやっぱりその思いっきり本当にやりたいことをやってみたらっていうちょっとテーマに触ってると感じたんですよね。その心の中からやりたいことを今やってみるチャンスじゃないのっていう、うん、でそれがなんかそのお金とつながってたんですよね。 やりたいことをやるとお金が入ってくるっていうのはありますか、うんうんあります。ただやりたいことをやった上で、うん、ちゃんとお金が後ろからついてきてるかどうか見とかないとダメなんです、うんうんうん、一人よがりで好きなことやっても、うん、ちゃんとお金がついてきてるかどうか見とかないと、はい、ついてこない場合もありますからね。そうですよね、うんうん、じゃなんかそのやっぱバランスとして、ね、好きなことにフォーカスするっていうエネルギーが何パーセントだったら、うん、そのお金の管理っていうエネルギー自分のフォーカス何パーセントぐらいがなんかケンさんのおすすめ僕は両方とも 100% 両方とも 100% そういや違う 100% が全部だから選ばないだからどっちかちょっとずつってことじゃなくて、うん、例えばじゃあ仕事をねやるときに人事と営業とどっちかっていうとどっちも 100% やらなくちゃいけないの、はいはいはい、だからちょっとずつ少ないければいいってことじゃないんですよ。うん、どちらもちゃんとやるってことがすごく大事で、うん、例えば好きなことをやるってこととお金をもらうってことにどっちフォーカスしたらいいですか？やっぱり 100% なんですよ。お金には IQ と EQ とあって、うん、どちらも高めないとダメなんです、うん、どちらか一方だけでいいってことではないんですよね、うん、だからといってめちゃくちゃ頑張らなくちゃいけないわけでもないんです。意識するってことなんですよ。うん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 、お金をもらうときに感謝しながら
ちゃんと相手もハッピーかどうか確認するっていうのは 100% 自分もハッピーになり、相手が 100% ハッピーになることを決めなくちゃいけない。 50% ずつじゃないんです、はいはいはい、なので全員が勝つ 100×100 が一番になるわけですよね、はいはいはい、ほとんどの人たちは 50+50 でちょうど100だと思うから、そう、そのフローが流れないんですよ。でなんかこの社会的にどっちかっていうと、うん、その仕組みにフォーカスする、うん、その感情的にこのお金の波動はエネルギーはいい幸せの流れかなっていうことにフォーカスするんじゃなくて、もうちゃんとエクセルやりなさい、ちゃんとエクセルで予算を作ってバジェットやってずっとエクセルやってて、でなんかこの数字的にお金を稼ぐみたいな、うんね、もっと営業したらお金が稼げるからもっとそれやろうとか、うん、そういうところに結構社会的になんか向いてると思うんですよね。それちょっと今向きすぎてて、そっちにだからこの環境問題とかも大変なことになってると思うんですけど、うん、そういうことですよね。そのエネルギーとしてフォーカスを少しずつ変えていくっていう、うん、そうだからただ数字も大事なんですよ、うん、僕も会計出身だから、うんうん、ついついお金はエネルギーだから幸せにやればいいのかなと思うけど、そうでもないんですよ、うん、やっぱお金は幸せにしなくてはいけないけど、うんうん、数字も大事。はい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 、Alright、でケンさんすみません、ちょっとね、あの、はい、僕あの本、僕、まあ、僕は読むの大好きなんですけれども、うん、実は僕あの聞くのが大好きなんですよね。特に英語の本とか聞いた方がなんか早い。で多分ビデオ見てる方も本読むのが苦手っていう方もいらっしゃると思うし、なんかケンさんあのまあね、これオーディオブック英語版はあるからね、英語の勉強としてぜひね、あのリンクつけとくなんかこのポイントみたいな、うん、今スタートできることみたいなことがあったら、うん、ちょっとシェアしていただけないですかね。あのさっき和平さんのね、うん、話でありがとうインありがとうアウトって言ったじゃないですか、うん、で次にやらなくちゃいけないのはそのお金の流れを観察するってことなんですよ。お金の流れを観察する、そう、例えばどこにお金が流れてるのか、うん、例えば近所のスーパーに行ってみる、はい、ショッピングモールに行ってみる、うん、そしていろんなその建物を見たりだとかするとお金って流れてるんですよ、うん、例えば近所散歩してもコンビニにお金が流れてる、はい、でそしてコンビニにトラックがつけている、うん、そうするとそのトラックがどっかに行くわけですよね、はい、そうすると常にお金って流れてるんですよ、はい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 、なので僕たちが今なんかサンドイッチを食べてたとしたら、うんうん、そのサンドイッチはコンビニから来て、コンビニの前にはどっかから来てっていう風に形でお金って流れてるんですよ、うん、でそのお金の流れが僕たちの中にたくさん入ってきてたくさん出てくると豊かな生活になるんですよ、はい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 、そのお金の流れが少なくて入ってきて少なくてやるとすごい質素な生活になるんですよ、うん、なのでこの世界のお金が流れてるっていうのが見えてくると、うん、自分がどこの流れに属するべきなのかっていうことを考えるようになるんですよ。はい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 、あ、そっか、じゃあなんか川みたいなのがあってもう流れてるんだ。そうなんです。例えば大企業に勤めてる人っていうのは、うん、大きな川の流れでちょこちょこ上司の人がお前今月ねって言って水くれてるんですよ、うん、だから先月30万もらってたのに急に70万もらえないんですよ、うん、もう決まってるんですルール、うんうんうん、そういうお金のもらい方もありますよね、はいはいはい、それはちゃんとしたお金の流れがもう大企業として完成してるからなんですよ、うんうん、企業家はでも去年あの先月100万だったけど、今月は10万しかない、うん、だから顔の流れがちょっと変わるだけで、うん、なんか集客に失敗したりとか、はいはいはい、雨が続いたりしてお客さん来なくなったりとすると日上がるわけです、うんうん、そういうお金の流れもありますよね。ありますよね、うん、で同じお店やってる人でもずっとお金の流れがある人がいる、うん、セミナーやってる人でもずっとお客さんが流れてる人がいる、うん、あの人ってどうやって流れを作ってるんだろうっていう流れを見るセンスが入ってくると、うん、自分は従業員と働きたいのか、うん、フリーランスがいいのか、はいはい、っていうお金の流れから見た人生の選択ってこともリアルになるんですよ。へえ、面白いですね、うん、へえ、視点を変えるっていう感じですね。そうそうそう、だからそれを見ていくと、あ、自分はちょっと怖いけど、うん、毎月水の流れが変わる、うん、自分の知恵を働かせたらドカッとお金の流れが来るような生き方をしたいと思う人はそれを選べばいいし、うんうんうん、やっぱちょっと怖いなって、毎月流れてきてほしいなっていう人はそのちゃんとした組織に属した方がいいし、うん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 、そうやって選択するといいんじゃないですかね。うん、そうですよね、うんうんうん、いや素晴らしい。いやでもぜひね、あのハッピーマニー、ね、一瞬で人生を変えるお金の秘密、すごいこ の, あの、ね、お金の EQ と IQ とかすごいいろんなことの、ね、あの説明も入っていますので、僕 の, あのクリスのおすすめ一冊、はい、のハッピーマニー、ぜひチャンスがあれば
本屋で今本屋であると思いますので、そうですね、いろんなところで展開していただいているので、ね、黄色いニコニコマーク見てください。ニコニコマーク。 All right. Thank you so much. Love you guys. ありがとう。